そう、ここからここからここまで簡単にいければ結構いけると思うんですよ。こう通した一本のワイヤーをここで折る。そしてここでスクリューにする。そしてここのワイヤーもここでスクリューにする。そしたらここを持ってこう引き出すとね、これすごくなんか今のところ好感触になってきたぞ。そしてここに接着剤つけて、ここに接着剤つけて、ここでですね、これ巻くと、ほら、そうするときっと中にほらこれでね、ここがちょっとまあ難しいところだと思うんですけど、まあ考え方としてですよ、考え方としてはね、これ面白いと思いません？これでね、もう一回ぐるんと回すと、ほら、これちょっとよいしょ、ちょっと難しいけど、面白いと思うんですよね。これで、ここにこう重り詰めてったりとかすればいいと思うし、まあ UV レジンとかそういうのでここ中固めてもいいと思うんで、ちょっとこれ面白いと思うんだけどな、どうでしょうか。まだ改良の余地がありますけど、新しい中通しテクニックです。以上。